ピーター・レイ氏、または、ベーター・フォン・ダシー・伯爵、ピョートル・ペトロビチラ氏、出生名、ピアーセ・エドモンド・デレイ氏は、アイルランド王国出身の軍人。ピョートル・ミャンツェフとアレクサンドル・スボーロフ以前の、ロシア帝国陸軍における決出した指揮官の一人。後にリボニア総督を務め、リーガで没した。ピーター・レイ氏をブキレディとマリア・コートニーの次男として、 1678年10月9日に、キレギで生まれた。出生名は、ピアース・エドモンド・デレイ氏だった。レイ氏の子孫が保存したレイ氏の自伝では、父方の祖父を、ジョン・レイ氏・オブ・ボーリン・ガリーで、ピアース・オジュ・デレイ氏・オブ・ブルーフも親族であると主張している。レイ氏の祖父ジョン・レイ氏・オブ・ボーリン・ガリーは、ピアース・オジュ・デレイ氏・オブ・ブルーフの弟デサー・ヘンポン・ピアース・デレイ氏の、 息子だったとされ、ヘンポン・ピアース・デレイ氏は、自身が、ウィリアム・ゴーム・デレイ氏の直系の子孫であると、主張している。ウィリアム・ゴーム・デレイ氏は、ニーズ教ヒュー・デレイ氏で、ノルマン貴族、ウォルター・デレイ氏のヤシャ語だった。また、ジョン・レイ氏・オブ・ブルーフ・チューサが、おじとされ、ピーター・レイ氏が13歳の時に参加した、リムリック包囲戦の守備軍の一人だった。そして、 ィムリック条約でジャコバイト軍が降伏すると、おじジョンは、ピーター・レイ氏を買い戻して救出。ピーター・レイ氏とその家族と共に、フランス王国に逃亡して、アイルランド人旅団に加入した。その後、ジョン・レイ氏オブ・ぶ、ブルーフは1693年10月のマルサリーアの戦いで戦死した。ただし、英国人名辞典では、おじの名前を、ジェームズ・レイ氏としている。 リムリックで降伏した後、初代ルーカン伯爵、パトリック・サースフィールドの軍勢と共にアイルランドを離れ、1692年1月にブレストに上陸した後、なんとでフランスのアイルランド人旅団に軍機首として入隊した。この時、父と二人の兄弟も同時にアイルランドを離れてフランス軍に入隊したという。その後、ピーター・レイ氏は旅団の一員として、 ピエモンテに降軍、ニコラ・カティナ公爵の軍勢と合流して1693年から1696年までのイタリア戦役に参加、1693年10月4日のマルサリーヤの戦いにも参戦した。1697年には旅団と共にライン川流域に向かったが、レースウェーク条約により大同盟戦争が終結したため、アイルランド人旅団も一時解散された。 大同盟戦争ではハンガリーで戦ったが、新生ローマ帝国軍の軍職に失望したため、シャルルウジェーヌ・ド・クロイコーの下で、ポーランド軍の注意になり、そこで、ロシアのツァー・リピオトル一世によって、ロシア軍に雇われる、外国人士官100人の一人に選出され、ロバート・ブルース大佐の不評連隊に入った。ヤムブルクが陥落した後、ロシア貴族100人で構成されたマスケット渋滞の、 指揮官に任命された。1705年にポーランドでピョートル一世に面会したとき、シェルメーテフ連隊の少佐に任命され、1706年にポロツク連隊の中佐に任命された。1707年、ビハウ包囲戦で頭角を表し、1708年にはシベリア連隊の大座に昇進した。以降も1708年12月のロムヌイ占領など、ドニエプル川流域で、 スウェーデンウォーカール12世とイヴァンマゼーパに対し、前線した。1709年のポルタバの戦いでは、ロシア軍右翼で一個旅団を率いた。その後は、順調に昇進を続け、1712年8月に、順勝に、1712年9月に少勝に、1720年7月に、中将に昇進した。 戦争の末期にあたる1720年から1721年では、スウェーデン海岸への襲撃を行い、ストックホルムから12マイルのところまで前衛を進めたこともあった。1725年に、聖アレクサンドルネフスキー勲章を授与され、サンクトペテルブルク、イングリア、ノブゴロドの軍指揮官に任命された。翌年には、エストニアとクールラントの指揮官にも任命された。 1727年に、モーリス・ド・サックスが、ロシアの意に反して、クールラント港に即位したとき、霊子は彼を追い出すよう派遣されたアトリボニア総督と、エストニア総督に任命された。1733年に、ポーランド継承戦争が勃発すると、ブルクハルト、クリストフ・フォン・ミュンニヒ元帥と共に、ザクセン戦定港、フリードリヒ・アウグスト2世を、ポーランド王に据え、 スタニスワフレシチニスキを排した。1734年のダンツヒ行為戦の後、霊子はフリードリヒアウグスト2世から白シ,シ勲章を授与された。以降もポーランドに残り、1735年4月にブサビツァでスタニスワフ派の軍勢2万を撃破して降伏させた。その後は、軍勢1万を率いてマンハイム近くのオイゲンフォン・ザボイエン率いる。 皇帝軍に加勢したが、オーストリアとフランスの間で講和したため、霊師は1736年に、ウィーンに戻り、サンクトペテルブルクへ戻る道中で、ロシアン原水昇進の知らせをもらった。続いて、オーストリアロシアトルコ戦争が勃発したため、霊師は1736年5月から6月に、かけてアゾフを包囲して降伏させた。クリミア遠征に失敗して戻ってきたミウニヒト。 合流したた後ウクライナで東映に入っ1737年、軍勢4万でクリミアに遠征して、クリミア軍戦線を突破した後、9月に、ウクライナに戻った。翌年にもクリミアに遠征したが、援護するはずだったロシア艦隊が嵐で破壊されたため、前年に脱出したクリミア軍戦線を再び襲った後、東映に入った。1739年は、 対スウェーデン戦争の危機があったため、霊子の軍勢が、予備軍として、ウクライナに止まった。1741年に、ロシアスウェーデン戦争が正式に勃発すると、霊子はフィンランドで、ロシア軍を率いて、ジェームズ・キースを副官とした。ビルマン・ストランドの戦いには、勝利したが、それ以上の進軍が困難だったため、霊子は、サンクト・ペテルブルクに戻り、自身の宮殿で、 スウェーデン軍指揮官、カール・ヘンリク・ランゲルを招待した。レイ氏はエリザベータを女帝に即位させた、宮帝クデターには加担しなかったとされたが、官職や軍会などを維持した。1742年の復活祭に反乱したロシア、衛兵隊を鎮圧した後、5月に、ビボルグで3万5千から3万6千の軍勢を、越兵、6月に軍を率いて、フィンランドに進軍した。 7月10日にフレドリック・シャーウムの要塞を占領すると、戦役を得るよう命じられたが、霊士は軍議を開いた後ヘルシングフォッシュまで進軍、スウェーデン軍1万7000人を降伏させた。1743年5月14日に、ヘルシングフォッシュを立った後は、ニコライ・ヒョードロビチ・ホロビン提督率いる艦隊に、明治ハンゲ沖のスウェーデン艦隊を攻撃したが、スウェーデン艦隊は霧に紛れて逃走した。 7月23日、別動隊を率いたギースが霊子と合流すると、ストックホルム近郊への襲撃が計画されたが、応募条約により戦争が終結した。9月、霊子がサンクトペテルブルクに戻ると、エリザベータ女帝は祝宴を開いた。以降は、リボニアの領地に戻り、1751年5月11日に死去するまで、そこで済んだ。マーサ・フューカンローザーと結婚して、 二男五女を設けた。そのうち、次男、フランツモーリッツ・ホンらしいは、オーストリア軍に入り、元帥に登り詰めた。ありがとうございます。